はい、始まりました。2020年、脇の匂いをいかに自然に嗅げるか選手権ですね。はい、今回の出演者は、えっと、矢尻真央さんですね。はい、今回は好きな男の子、たけしくんとのデート中の話でございます。はい、どんだけね、脇の匂い自然に嗅げるかっていうね、チェックのね、感じなんですけども、果たしてどんな書きか、お始まりました、始まりました。おセクシーな感じに漂わせながら嗅ぐ。はい、えっと、今回のこのポイントはどこだと思いますか えー、そうですね。あの、脇を嗅ぐときに、ちゃんとこのセクシーさ、髪をかき上げながらちゃんと嗅ぐっていう、二つのことが同時にできているし、あともう一つ、その、たけし君に対して、私はセクシーな女だぞってアピールできるのってすごく高得点ですね。はい。ただいまの得点は ?75 点さあ、次の作品を見てみましょう。 1> 第1回目からとても高得点でしたね。そうですね。矢尻真央選手は結構あの、スキルもすごく高い選手なので、これからのお試合も楽しみですね。はい。あ、そんところで、あ、始まりました。あ、書いてますよね。これ書いてます。書いてますね。確実に書いています。店員さんを呼びながら書くなんて、本当にあの、レベルの高い選手しかできないので、やっぱり矢尻真央選手はスキルがすごく高い選手だと思います。今回もさらに期待できますが、今回の得点は 95点初めて、この選手権で初めて95点が出ました。矢尻真央選手、今後も期待ですね。はい、そうですね。気概は満点です。なんてさあ、こちらで最後の戦いになりますが、どのような形で攻めてくるのか。おまたこれ、セクシー作戦か。髪の毛を利用して、髪の毛を利用してますね。そう,そうですね。この後どうなのか。お書いてます矢尻真央選手、痛恨のミスだから めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。めっちゃ暑いのテンションでめっちゃ臭いって言ってしまった。本音。ああ痛恨のミスを犯してしまった矢尻麻ン選手。今回の得点はいかがなるものか ?14 点。高得点を出し続けていた矢尻麻ン選手。ここで最低点を出してしまいました。痛恨のミスをバネに変えて、これからも頑張ってほしいですね。そうですね。応援しています。ありがとうございました。チャンネル 登録よ。登録、登録、登録、登録。お、やいやいやチャンネル登録、お願いします。チャンネル、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 と、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 登録お願いします、ね、お願いします、ね